しい？はい、ゆみ様。暑いね、今日も。今日は運動会の振り替え休日なんですけど、ね、午前中はね、お友達の家に遊びにしほちゃんと一緒に行って、今日は午後からは宿題をやり、眼科に来ました。はい、りみちゃんはね、学校から視力検査がね、すごい悪かったんだよね、結果が。で、なんか左の目が特にね、もう 1.0 ないらしいの。しかも左だけが。だからね、ちょっとその辺をね、検査してきてくださいっていうことでね、学校からプリントをいただいてしまったのです。なのでちょっとね、見てもらいましょう。もしかしたら視力がめっちゃ低下してんのかもしれない。ね。心配だね。だから、ちょっとガムいじってないで。ガムいいから。ガム、ブラックって言ったのね、眠気を覚ますガムなの。パパ眠くなっちゃったりするからね。このガムを食べて眠気を覚ます。暑いね。じゃあ行きましょう。はい、レッツゴー。ちょっと今ね、エアコンを入れないともうほんと暑くてやばいので、ちょっとうるさくてすみません。はい、眼科終わりました。りみちゃんね、右はね 1.2 あるんだけど、左が 0.8 で若干の近視です。何を近視？奥が見えないんだって、りみちゃん。鍵めっちゃ暑い。うん、暑いの、触ったら。で、今のところ先生はね、今年中は眼鏡しなくても大丈夫だけど、来年は分かりませんってことでした。これ以上悪化しちゃうとほんと眼鏡だね。だからこうスマホを見る距離感、パパにもよくりみは注意されるんだよね、近すぎるってね。だからちょっと意識してね、気をつけよう。で、黒板とか見にくかったりしたらすぐ読んだよ。だね。でもよかった、ママもすぐメガネとか言われちゃうかなと思ったけど。聞いてますか？聞いてますか？聞いてますか？スマホはダメですよ。しばらく。さっきまでずっと見てたんだから、ちょっと目を休めてください。ね。ちょっとりみもドキッとした？ドキッとした？ねえ、やばいと思った。目悪くなっちゃったと思ったねえ、だよね。さあ、じゃあ帰りましょうね。とりあえず書いてもらったので学校に提出して、一応今回は大丈夫でしたってことでね。お疲れ様でした。グミグミグミベア。